山添拓君。日本共産党の山添拓です。1都3県に限らず各地で感染者数、重症者数が増加し、9都府県で病床使用率はステージ4、爆発的感染拡大の目安に達しているとされます。政府の無為無策と逆行により深刻な事態を招いた責任は重大であります。従来の姿勢を根本的に転換するべきだと考えます。日本医師会の中川会長は現実はすでに医療崩壊だと危機感を示しました。救える命が救えなくなる事態は絶対に防がなければなりません。軽症無症状の感染者を発見する、とりわけ重症化リスクの高い場所でクラスターの芽を摘む、そのために医療介護障害者施設などでの一斉定期的な社会的検査をこの局面でこそ広げて医療機関の負担を抑えるべきだと考えます。しかし保健所の疲弊は限界に達しています。緊急事態宣言の発出にあたってその体制強化をどう進めるのかご答弁ください。西村国務大臣。ご指摘のように保健所のですね、負担がかなり厳しい状況まで負荷が大きくなっていることを私ども認識をしております。ぜひそうした負荷を少しでも軽減できるようにですね、対応してきているところでありますけれども、例えば1助成2助成で電話相談にかかる人員の雇用にかかる雇用経費の助成、あるいは外部委託縮小延期が可能と考えられる業務のリスト化、あるいはハーシスの運用改善を行ってその打ち込みの業務の削減、こういったことも行ってきているところでありますし、支援のためにですね、自治体間でその専門職を応援派遣し合うスキームの構築、そして学会等の協力を得まして、これまで1200名程度の専門職の確保もいたしております。大阪府や北海道にも派遣をしてきたところでありますので、こうしたスキームを活用しながら対応していきたいと思いますが、さらに3年度の予算案におきましても、保健所の人員配置にかかる交付税措置としてですね、配置人員を現行の 1.5 倍に増員するなどの強化に関する措置を講じるよう盛り込んでいるところであります。いずれにしましても厚労省や都道府県と連携しながらですね、保健所の負担軽減に全力を挙げていきたいと考えております。山添君。先々のこともそうですけれども、緊急の対応も求められると思います。東京墨田区の西塚至保健所長に伺いますと、昨年4月に検査能力が追いつかなくなった際に、その際に検査体制を思い切って拡充して10人だった保健所の感染症係は現在80人に増やして、そして追跡調査の担当班も増やしてきたということでありました。ですから今逼迫しているから検査を絞るということではなく、今こそ検査保護追跡その基本を徹底する、保健所の体制を強化し、同時にまた保健所の負担を軽減するような工夫もできると思うんです。そうした実行ある対策を求めたいと思います。もう一点、自粛と一体の保障が今度こそ求められるという点も強調すべき点です。飲食店はもとより法的根拠に基づかずに時短を働きかけるとされている映画館など、今度20時以降の外出自粛を徹底することになれば幅広い事業者に影響が及ぶことになります。でところが政府は持続化給付金や家賃支援給付金の申請を予定通り今月15日で打ち切るとされています。大臣、なぜ今支援の打ち切り縮小なんでしょうか。西村国務大臣。緊急事態宣言でですね、厳しい状況になる事業者が当然影響を受けると、大きな影響を受けるということは私ども認識をしております。特に直接的な影響を受ける飲食店に対しては協力金の増額など支援を拡充しようとしているところでありますけれども、関連する中小小規模の事業者さまざまあると思います。そうした方々含めてですね、私ども 4.6 兆円の予備費もありますので、その活用も含めてですね、必要な対策を機動的に講じていきたいというふうに考えているところでございます。山添君。今緊急事態宣言を発出しようというときにそれを支援策が示されていないわけですから、全然機動的じゃないですよ。基本的対処方針で示されているのは協力金の支援だけです。緊急事態宣言で自粛を要請する、それは営業の自由の制約となるわけですから保障は不可欠です。求められているのは罰則ではなく十分な保障であります。予備費も活用して持続化給付金の第2弾、自治体への交付金の増額、雇用調整助成金の特例の拡充など再度の緊急事態宣言に見合った支援を具体化するべきだと考えます。これ求めたいと思います。年末年始
各地で生活に困窮する方への食料支援や相談会が取り組まれました。私もいくつか相談を受けましたが、相談に来られるときにはすでに限界を超えているというケースが多かったんですね。解雇や雇い止め、あるいはそこまでいかなくても仕事が減り、収入が減り、月の収入が3万とか5万と、家賃を滞納して鍵を取り替えられてしまって、ネットカフェを転々とする、所持金が数千円でにもかかわらず、本当に大変になったら相談します、こういって生活保護の申請をためらう方が大勢おられました。初めてこういう事態に直面したという方、だからこれから公的な支援を受けることには躊躇があるという方が結構おられるんですね。困難に直面する方にここまで自助努力を強いているのが現状です。共助の支援も限界があります。本来政治が公助で寄り添うべき場面だと思います。例えば政府としてテレビやインターネットで、あるいは街角の大型ビジョンに、家賃の支払いに困ったらここに相談する、あるいは生活保護は権利だと、返済免除付きの貸し付けがあるよと、そういう広告を流して窓口を案内する、コロナ禍においても健康で文化的な生活を営む権利があるんだと、それは政府の責任なんだと、そういうアナウンスをするべきだと考えますけれども、大臣いかがでしょうか。西村国務大臣。ご指摘のように厳しい状況にある皆さん方のですね、生活あるいは雇用をこういったものをしっかりと守っていくのは政府の責任だというふうに考えております。年末にはですね、ひとり親世帯の方々、低所得の方々にですね、再給付という形で、ほぼすべての自治体で予備費737億円を活用して実施をしたところでありますし、ご指摘ありました返済免除付きの緊急小口資金、これも数多くの方に利用されております。最大140万円までということになっております。また住居を失う恐れある方に家賃相当額を支援する家賃の住居確保給付金ですね、これも12ヶ月まで延長するということでありますので、こういった対応をこれまで取ってきているところでありますけれども、ご指摘のように広報も含めてですね、しっかりと必要とする方に必要な情報が届くようにですね、対応していきたいと、年末年始に改めて厳しい方への相談を対応していただいた団体の皆さんにも敬意を表したいというふうに思います。いずれにしても予備費の活用も含めて必要な対策を機動的に考えてまいりたいというふうに思います。山添君。さまざまな団体、労働組合、弁護士などが支援活動に当たってきました。そこには実態が集まり、課題も浮き彫りになっています。関係者から総理や大臣も直接話を聞いていただいて、対策の具体化につなげていただきたいと思います。昨年の4月と違って、すでに暮らしと経済大きな打撃を受けている中での再度の宣言発出となります。限定的で集中的な対策が効果的だと、こういう方向でされますけれども、しかし支援については限定的集中的ではなく、幅広く漏れなく、取り残すことのないように行うべきだということを求めまして、質問を終わります。ありがとうございました。